後崎チャンネル。さあということで今回はタイにやってまいりましたね。アジアの野球を普及するということで、はい、唯一の野球の球場です、はい、シリキッド球場みたいです。今回はですね、茨城アストロプラネッツさんとあとタイの野球連盟さん共催ですね、タイでセレクションをして逸材を見つけろ、はい、これです。おお、アジアえげつないからね、すごいっすね、うん、はい、増やしていこう、はい、WBC で、はい、含めて、はい、佐々木チャンネルもすごいね、すごいっすね、ワールドワイドワールド、はい、初めて来たわ、はい、うん、そうなんですね、はい、うん、さあということで今回その共同開催アストロプラネッツさんの GM ヨガさんです。お願いします。お願いします。ね、はい、ということで今回は、はい、まず趣旨はどんな感じなんですか。タイって皆さんご存知の通り、そもそも野球あるのっていうところだと思うんですけれども、まあ、野球はもう30年以上前からあの草の根で少しずつやってる方々がいまして、でそのタイの野球の普及発展のお手伝いをあの僕らあの身の丈でしかできないんですけれども、まあ、やっていきたいというところであの野球協会とですねこう提携を組ませていただいて、あの今年で2年目になるというような段階でございます。どんなのがいるか楽しみですね。楽しみです、はい、これはもう蓋開けてみないとわからないんで、ね、はい、やってみないとね、はい、どんな選手が集まるかもわかんないからね、はい、日本みたいに何々大学を出身でみたいなじゃないから、はい、あの名簿以上に来ることもあれば名簿よりも少ない時もあるっていう、これは常なんで、はい、レベルはあのまだまだなところはあるかもしれないですけれども、それこそあのこれから5年10年先 の, あの野球界にとってタイ野球にとって少しでもこう力になれればなと。まだ始まったばっかりですからね、はい、ここからですからね、ここからで、ありがとうございます、ここからです、はい、じゃあ一台探していきましょう、行きましょう、この唯一のね、唯一のタイの球場で、球場だから。ここはあれ、タイ唯一の野球場。思ったより綺麗やな。激励の一言をいただきたいと思います。キャッチボール始まりました。ピッチャー12人、キャッチャーもいます。はい、また。あの青の左とこな。情報を。古川さんも気になった選手いますか。いや、そうですね。やっぱあの子はあの多分スムーズですよね。本当に。だから、はい。癖がなくて。うん、ボールの回転もいいし。ある意味うちでトレーニングとかやってフィジカル強くしたら、もっと楽かもしれないですね。フォーム変える方はやっぱり時間かかるじゃないですかね。ただ体の力をつけるだけでいいから、フォームも綺麗し、うん、その試合とか壊さなさそうだし、うんうん、
ボール51。どうでしたっけ、まあまあ、ボールは見にくいしね。見にくいっすか、うん、腕の出所がね。もっとフィジカルつけたらいい球投げれるんじゃん。あ、118。119。97。27。最後が一番フォームのバランスきれかったよね。あ、最後の、うん、はいはい、で力強く良さもあるから、はい、もっとフィジカルトレーニングしたらいい球、フォークとかいじる必要ないからね、うん、きれいなフォームで投げてたと思うし、回転も良かったし、どうなんですか、こう受け手でそれ若い子なんですか、うんうんうん、何をはコントロールですかね、フォームじゃない、フォーム、あとコントロールも大事じゃない、あとそれかもめちゃくちゃ速いからね、でもやっぱりちょっとフィジカルがちょっと弱いから、大体みんながね、そんなあの継続的にずっと練習もしてないだろうし、だからもっとフィジカル鍛えていけば出力とかもっと出ると思うから、だからフォームのバランスとかいい方が怪我もしにくいだろうし、はい、そこからあのフォームいじらなくてもいいから、はい、伸びしろあるんちゃうかっていう、うん、受けててバンってくるような感じは、何番目の子が、いやでもみんな同じぐらいだけどね、スピードとかキレとか、うん、でもその確率が高いのは一番最後の子とか、はい、あとはあの左の左手がコンパクトの子も良かったし、はい、あと背番号22番、はい、いい感じだし、あ
佐々木さん的な推しは相談だね。相談ですね。そうだ、要相談だね。GM と相談しましょう。誰が決まるかね。はい、フェンス直撃。変わってないですね。変わんないもんなんですね、フォームが。てか全部が染み込んでないよね。忘れないから、ね、練習しなくても。まあ今です、ね、ブルペンで受けて、よかった、まあ、その中で良かったピッチャーが実際対決されるということでどうですか。いや、 やっぱ俺も合格かかってるからな。これワンチャン打ったら GM が声かかるっすよ。だって年齢制限とかないやろ。言われてなかったっすもんね。確かにない。ないやろ。だから俺もちょっと魂燃えてきたから、はい、タイトル人と一緒に参加する。